どうも影やんです今日はですね縁を大切ににすするととといいいいうことについてお話ししたいと思います前にね僕は人間関係を受け入れるという動画をちょっと撮ったんですけどもそれとよく似てるんですけども縁を大切にするそれはね、えー、人との縁だけじゃなくてですねいろんなことでの縁もね 大切ににしてていいいきたいなというふうに考えております、うん、だから何かで何かわからないけどもその縁がつながってる時にですねそこでいいなと思ったもんに関してはですねそのまま縁をこう大切にこうすると。 いうことですね例えば僕はちょっとクッキー屋さんをね、えー、探していたんですねその、えー、お店でねお,お客さんにクッキーを出しているというところでですねそのあのー、クッキーを出していてまあまあそのクッキー自体も評判悪くなかったんですけどもちょっとね注文した時にその反応がなくてですねそのいつクッキーが届くかわからない状態になって。 ってるんですね、その相手の状況は分かんないですけどもまあ言ったら僕が注文したけども相手は無視してる状態えこういう感じにこうなってしまって ってほんで,す、ね、で最初の取り決めで FAX でその注文をし合うっていうふうに決めてたんでそれを僕はそのままあの素直にやってるんですけどもそれがちょっとこう通じない状態になったんででそうすると注文して1週間ぐらいで届くなって思って注文してるのにですね1週間2週間経って届かない状態になっているということでですねこれはちょっとその えクッキー自体は別にそんなに評判が悪いとかそういうことじゃなくてはまあどっちかというと評判はいい方やったんですけど喜んでくれるお客さんもいたんで続けたかったんですけどもその続けることができないなという僕の判断ですね。ここれはそのしっかりとこう あの対応してくれるお店を探さないといけないなということでちょっとこうどうしようかお店探さなあかんなと思った時にですね朝の新聞でチラシを見ていたらですね手作りクッキーの店がね近所にあるということが分かったですねそのクッキー屋さんがセールをしていてですねほんで干したらということでその定休日の木曜日にからそこから何日間かそのセールをされていてですねちょうどピッ なんですねで僕の休日を待ってくれてるかのようにそのセールを始めているほんでそれを僕がそのチラシを見たというこれも縁やと思うんですね。でよそのお店に行ったらですね自宅でお店をやっているという、えー、クッキー屋さんでですね、えー、僕も自宅で、えー、店舗店舗というかお店をやってるんでですね、えー、そのどういうんですかねその 仲間意識まではいかないですけどもあちらさんもしっかりやっておられるんでね僕もまあ一応ちゃんとやってますけどもそのどっちかというとその同じ感じでやってはるなっていうのでこう親近感も覚えたんですねほんで茎屋さん入ったらこ,うこだわりというかしっかりこう作ってはるのがもうそれ目に見もう見てすぐ分かったんですねちゃんとおいしいもの作ってはるんやろなっていうの分かってもう味見するまでもないなということでですね、えー、店員さんというかそこの方にですね あの僕お店をやってるんですと、お店で、えー、クッキーをお客さんに出したいとでそれを、あのー、1個その何円でやなんぼでやってほしいとでこの予算で、えー、大体1回に20個ぐらい1,000円分ぐらい,いやあの、えー、20個かなぐらいの、えー、注文をさせていただいてというようなことを言ったらちょっと相談していただいてですねスタッフ同士でねスタッフさん同士で。 でああなやっていいですよということやったんであのー、そこに注文することにこれで今度の木曜日にちょっと取りに行くと、えー、クッキーを取りに行ってそこから、えー、そのクッキーの、えー、スタートと、えー、お客さんに配るクッキーのスタートとで、あのー、また多分それクッキーおいしいということでちょっと。 こうお客さんから問い合わせがあると思うんで、ね、その、えー、お店の、えー、ちょっとショップカードなり何なりを頂いといて,おいてほんでちょっと紹介するっていう形の流れにはなると思うんですけどもそういうねそのなんかこう僕がこう探していた時にそれがぴったりと当てはまるようにこう。 クッキーのチラシを僕は目にすることがあってそれも近所やとほんで頼みに行ったら OK ですよと快く OK してくれたってうこういう縁っていうのはね,ですね、えー、大切にしたいなとこういうつながりっていうんですねでそういうものっていうのを、えー、一つ一つですねその大切にしていくというところが、えー、大切かなというふうに感じるんですね。なんかそのな どう考えてもそ,のそれに偶然出会えるっていうのはなかなかその奇跡的なその自分でネットで探し出してえ見つけるそれも一つの縁でしょうけどもそういうことなしにですねどっちかというとその僕はそういうものを探しているというところにそれが偶然目の前に現れるというような感じっていうのは絶対そのクッキー屋さんで僕がえ注文することが えー、正しい流れというかそういう風になってるように感じるんですよねでそういうものっていうのは大切に、えー、こうしていきたいなという風に思うんですねほんであのー、ちょっとその僕が空手をやっててですね空手の先輩とですねそのすごい先輩面白いお話をいつもさせていた,だいただけしていてだけることでね僕すごい,すごいその面白いって笑えるということじゃなくてですねあのすごく話が それ自体に僕はすごい興味があることについてしっかり答えてくれはるその人の考え方っていうのがすごく好きでですねほんで前に飲んだ時があってで家でですよ家で2人で飲んでたんですけどもほんで、えー、そのですねあのー、またその飲みたいなということ家でね えー、飲みたいなっていうことでお誘いしたらですね、えー、すぐに、えー、な今度の水曜日飲もうかとかいうような感じになってですね今度飲めるっていうねそれ縁っていうかそのそのなんていうか空手僕は今年からこう本格的にやっていってっていうところの流れの縁でですねほんで飲むことがあって話を聞いたらすごく面白いとあこの先輩はいろいろこうし いろいろ考えていて一つのこう経験から来る答えをこう出してくれはる頭の中で考えた答えじゃなく経験から来る経験からいろいろ思考して考え出されたその考え方というかそういうものに触れることができてですねすごくあの面白いですね。その 飲んでてその4時間5時間がすぐ経ってしまうような人なんですね僕ら話しているとでそれもねやっぱり縁なんですよね僕はその空手をはじしっかりと本格的にまたこう僕は20歳からやってたんですけどやってはやめやってはやめを繰り返してたんですけど本格的にやるようになってその先輩ともまた前から別にそこそこその喋ってはいたんですけどこう え飲,むに飲みに行くっていう感じにしっかりなってきたっていうのはこう行ってからっていうそれもやっぱり縁であってですねそういうところえそういう自分がこう面白いと行きたいと思って行ってるからって中でのその人間関係の縁っていうこういうものをこう,こういうもんもね ししっかりとと大切にしていいきたいともちろんね僕は商売をしてるんでお客さんとの縁は大切にしますけどこっちが大切にしてもそれはお客さん側の立場もあるんでいろいろとあ,のありますけどもそれでもやっぱりそういうもこう育んでいってですねこう大切にしていきたいというふうにこう思うんですね。だから縁っていううのはこう 一つ一つしっかりしっかりというかねなんかこう気づいた時にそのなんかこれはすごい偶然にしてはこうぴったり当てはまってるなっていうもんがあった場合ですね僕のチラシクッキー屋さんのチラシのような縁、ね、があった場合はそれは絶対なんかんかなんかそのクッキーを自分のお店で出せるクッキーが手に入る以上の何かがあのこれからあるような感じがするんですよね。 それは僕には分からないですけどもそういうもんがなんかこうそのことから派生していろんなことがこうなんかつながっていくような、えー、そんな形になっていくような気がしますねだからあの縁っていうのはそのこう存在にするんじゃなくてね偶然運ばれてくるもんっていうのをすごく大切にした方がいい。その自然の流れに乗ってですねそこへ行くとそれがうまくいくようになっているようなもんであったりとかするんでですねそれは絶対に大切にしたいなと。 いうふうに考えておりますということで今日は円を大切にするということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます